こんにちは。YouTube 子の松村です。偏差値を40から60まで上げる英語、国語、数学の勉強法についてお話していこうと思っています。この3教科、成績がね、上げるの難しいとも言われています。今あなたが勉強でつまずいてるとしたならば、こういうところにね、実は原因があるんじゃないかってことを、すべてこの動画で話していこうと思ってますので、聞いてほしいと思っています。英語だけ聞きたいとか、国語だけ聞きたいという場合は、今回チャプターをね、設定してますので、そこで解き飛ばしをしていただければと思います。まずね、3教科共通して着目してほしいポイントが3つありますので、まずはこれをお話していこうと思っています。なかなか成績が上がらなくて偏差値40、50をこうろうろしているという人は、1番目のポイントとしてですね、基礎的な知識が不足している。やっぱり基礎的な知識、あるいはそこそこ難しい知識がね、なければ、英語長文にしても文章を読むことがなかなか難しかったり、現代文もそうですね。で、数学も基本的な公式が頭に入ってないと問題解けないということで往々にしてありますので、この基礎知識がしっかりインプットできているかってことを見てほしいです。で、2つ目のポイントは、現代文力。いや、英語とか数学って現代文関係あんのかと疑問を持つ人もいるかもしれません。めちゃくちゃ大ありなんです。英語に至っては、結局ですね、単語熟語文法と習得できた後に英作文とか、英文読解やりますけども、現代文の力があって初めて段落で言いたいことをつかめたり、あるいは文章でこれを伝えたいっていう、そのシナリオプロットがね、頭の中で描けるからこそ英作文もできるし、数学に至っても問題文をしっかり理解して、それを数式だったりグラフに、ね、直していくっていうことが必要で、もし現代文の力が不足してたら、誤った数式を書いたり誤った図を書いたりしてしまいますよね。だからこの現代文っていう力は、国語はもちろん英語、数学にも非常にね、外せないポイントだということを認識してほしいです。最後のポイント、アウトプットする、演習するということですね。要は覚えた知識と現代文で鍛えた思考力をもってして、難しい問題にチャレンジしていく。試験では初めて見る問題を解かなきゃいけない。初めて見る問題でもね、今まで学んできたことを、知識を活かして、現代文で鍛えた思考力を掛け合わせれば、ゆっくりだとね、結構解けるんです。だけど試験っていうのは、試験時間決まってますから、制限時間の中で解かなきゃいけない。演習をたくさんやることによって、思考の自動化がどんどんできていきます。この思考の自動化っていうのは、この問題はこう解くとか、この文章はここが主語でどうして目的語だっていうふうにすぐに解釈できる、分析できるってことですね。演習を通じて、スピーディーに早くね、できるようになってきます。知識は覚えただけではダメですね。使うことが大事だし、そして現代文の力、これをもってして英語長文、現代文はもちろん数学、解いていく、演習をしていくってことが非常に大事なんです。ここまでがね、まあ大きなこの動画の概略になります。で、ここからは英語、国語、数学の順で、この3つの観点で具体的にどんなことをやっていけばいいのか、お話していきたいなというふうに思います。まず英語に関して、基礎知識っていうふうにね、今回僕が言ったのは、英語だと英単語、熟語、そして英文法、まあ、この2つですね。英単語、熟語っていうのは、もちろんね、単語帳とか熟語帳と覚えていかなきゃいけないんだけども、これを本当にね、覚えきってるかっていうふうに問われたらどうですか？意外と、あ、うろ覚えだなとかね、なかなか全て覚えてないやっていうふうになっちゃうと思うんです。ここがぐらつくと、英語の勉強苦労します。僕が見てきた受験生の7割、8割、行くか行かないかぐらいの人たちは、実は中学レベルのね、単語熟語でつまずいていることも非常に多いんです。なので、短文で覚える英単語を1900、ぜひね、最初にやっていただいて、ほぼほぼ身についてる人もね、まあ分からないところだけピックアップしてやればすぐ終わりますから、ぜひやっていただきたいし、僕が提唱している10分間で600個覚える暗記法っていう、この動画をぜひ見てほしいですね。単語熟語の暗記は、この僕のメソッドでめちゃくちゃ簡単に覚えられます。で、今でこそね、1単語1秒とかね、こういうふうにこう言っている配信者の方非常に多いと思うんですけど、僕がこの方法っていうのはね、2007年に出した最初のね、勉強の本で公開して、僕が結構広めてきたんじゃないかなっていう自負があるんです。で、それはやっぱりね、皆さんに支持されたから、広がったと思っていて、これは本当にね、英語学習を楽しくする、楽にするね、いい方法だと思ってますから、この単語の覚え方はぜひね、概要欄貼っておきますから見てほしいなと思います。で、二つ目にね、英文法って言いましたが、中学レベルの英文法、これもね、身についてない人って受験生の中でたくさんいるんですね。少なくとも半分以上はいると言えます。中学レベルの英文法がしっかり理解できて使うことができるならば、大抵の大学受験の英語長文解釈できますし、英作文もほぼほぼね、書くことができます。もちろん、高校に入って学ぶ難しい文法項目、これはもちろんやらなきゃいけないんですけども、でもそれっていうのは、中学までの英文法が完成して、その上でできるようになるべきものであって、高校で学ぶ難しい文法事項が分からなくても、長文読解で困ることはさほどないんです。もしあなたが、公立高校入試でね、英語は9割以上取れてなかったり、あるいは中学の時にそんなに英語得意じゃなかったなっていうふうな記憶がね、思い出されることがあれば、完全攻略中学英文法、最近ちょっとリニューアルしたんですけども、こちらの参考書、ぜひね、やっていただきたいなと思ってます。で、これがちょっと難しいという人は、クモンのね、スーパーステップ中学英文法、こちらはすごくまたわかりやすい
参考書になってます。それぞれね、勉強法非常に大事ですから、これも動画にもすでにアップしてます。ぜひね、見てほしいと思います。基礎的な知識を英語を手に入れられたら、2番目のポイント、現代文の力を鍛えていくっていうプロセスに入っていきます。で、現代文、英語においてはね、中学レベルの現代文ができれば十分ですから、中学総合的研究問題集国語読解、これを一冊ね仕上げてほしいです。これも勉強法を詳しくね解説してますが、この参考書はただ解いて答えを合わせて解説読むだけではなかなか成績上がらないので、じゃあどうすればいいのかってことは、この参考書の勉強法の動画を見てほしいし、この後国語もね見る人は、国語のところでもこの勉強法を少し解説したいなというふうに思ってます。ここまでやれば英語のインプット、そして現代文の力、十分ね準備ができたわけですから、いよいよ演習というプロセスに入っていきます。演習でやるべきことは、3つあります。で、1つは解釈力を身につけましょう。一文一文正確に SVOC を分けて訳ができる力ですね。これをまず、ね、入試レベルまで一文一文できるようにするんです。試験時間内に長文を読む力とはまた別で、一文一文を正確に読めればいいので、具体的には入門英文解釈技術70や読解のための英文法、このあたりをしっかりね押さえてください。勉強法はぜひこれも出してますので見てほしいです。2つ目にやってほしいのは、解釈が終わった後なんですが、英語長文の演習をやっていきましょう。ここまで身につけた英語の単語熟語文法の力を生かして、そして現代文の力を掛け合わせて、このパラグラフで一番言いたいところはここだって見つける力、これは読解の英語長文の演習でしか身につけることができません。これをやっていくと、長文を読むスピードも上がっていきますし、英語の長文ってこういうパターンで話を持っていくんだなっていうのも分かってきます。で、こうやってずっとね読解の演習をやっていけば、相当ねもう英語の力、偏差値も上がってきます。読解で今何をすべきかというところにおいては、共通テストの英語リーディングの点数が面白い方を取れるもん、竹岡先生のこちらの参考書、これをやっていただくと、現代文の力をどうやって英文に置き換えて活かしていけばいいのかってことがね、つまびらかに全て分かるようになってます。ボリュームは結構ね分厚いんですが、解説が詳しいので中身はそこまで重くはないです。ぜひこれはやってほしい。よりね高度なことをやっていきたいなという人は、この動画の概要欄に僕の LINE を載せてますが、相談いただければと思いますし、英語の勉強法志望校別に出してますから、そちらの動画を見ていただいても構いません。で、最後にやってほしい英語の演習、英作文ですね。で、英作文に関しては、私立の個別支援を受ける人や、共通テストしか受けないという人はね、必要ないんですけども、ぜひね、これやってほしいんですね。もちろん難しいことやってほしいわけじゃなくて、中学レベルで十分なので、この英作文をしっかり書けるようにしていくことで、強靭なね、英語の文法、知識が身についていきます。で、これはあなたにとってすごくね、財産になると思います。リスニングもね、ぜひやっていただきたいんですが、リスニングについては、他の動画で公開してますので、そちらの方を見ていただくか、また僕に個別に相談いただいても構いません。ぜひね、この方法で英語を得意してほしいと思ってます。次に国語です。まずねお断りしたいと思うんですが、国語に関しては古典は除きます。ご相談がある方はぜひ、ね、私の方に LINE いただきたい。現代文でねもう基礎として一番大事なものは何かっていうと、漢字なんですね。中学レベルまでの、小中レベルのね漢字の知識、これが絶対に必要です。もちろん書けることまでできれば一番いいんですが、少なくともね意味がわかる状態にしておくこと、この漢字を見たらこの意味になるなっていうふうに分かってほしい。これをしっかりやれば、現代文の基礎は十分手に入れたと言えます。文法に関しては勉強する必要はないと思います。この私の今の発案していることが、おおむね理解できるならば、もう文法は完成してますからね。いよいよ現代文の、ね、力はもちろん、志望校の問題に合わせて、ね、取り組んでほしいです。私立理系で現代文を受けないという人は、基本的にはもう中学レベルの現代文でいいんですけども、共通テストを受ける人、次第や難関国立の二次試験を受ける人は、そのレベルまでしっかり仕上げてほしい。具体的にどんな参考書をやればいいのかっていうのは、他の動画でアップしてますし、サクッとね、もう調べる暇なくすぐ勉強したいという人は、もう別に僕に個別に LINE 聞いていただければ教えますが、やってほしいことはただ一つ。問題文を読む。そして本文を読む。そして問題を解く。その際に、なぜその答えをあなたが選んだのか、理由や根拠を紙に書いてください。紙に書く。頭の中で考えるだけではダメなんです。実際に紙に書くことで、思考力がすごく上がってきます。もちろん、その後にね、解説、照らし合わせて、理解を深めていくってことは、やってほしいんだけども、それやんなくても、なぜその答えをあなたが選んだのか書いていくことだけでも成績はすごく伸びていきます。紙に書きながら考えるっていうことが重要だってことを認識してほしいです。頭の中で考えると本当にごくわずかなことしか考えられない人の脳が、紙に書きながら考えることで複数のことを考えながら深掘りして考えることができるんですね。だから紙に書くってことが今でもとても大事だし、スマホで打ち込むとかパソコンで打ち込むっていうのをまだやらないよりかはマシですが、できれば紙に書くってことをやってほしいですね。これをやったらめちゃくちゃ短期間で現代文は上がります。
で、最後の、ね、演習というところは、これはもうあなたの志望大学のレベルに応じて問題集、そして過去問を取り組んでいくわけですが、やり方は一緒です。解読の根拠を紙に書く、余力のある人は不正解の根拠も書いていくというですね、なぜこの答えが不正解なのか、これもめちゃくちゃ思考の勉強になります。これこそね、脳に汗をかくっていうことだと思うんですね。最後に数学。数学は、これは僕がね、文系の私立文系、まあ僕は数学で早稲田を受けて合格したんですけども、1A2B に該当する話になりますし、理系の方はよりね、高度なことが求められますから、その前提で話を聞いてほしいと思います。理系でも今数学が苦手な人は参考になるはずです。数学の基礎っていうのは何か？計算力。そして公式。この二つです。計算力を結構舐めてる人が多いね。これは足元すくわれますよ。試験ってやっぱ緊張しますから、計算ミスしやすいです。どんな時でも、熱が出ても、絶対に正確に計算しきる力っていうのを身につけてほしいです。毎日ね、単語帳をやるように続けてやってほしい。問題を解くときは必ず計算をするのはもちろん、その計算が早くなるようにもう一回計算する。ここまでやってほしいですし、計算が本当に苦手な人は、中学レベルの高校入試の計算ドリルを一冊やると、すごくね、効果が高いです。二つ目は、公式ですね。公式は、もうまず覚えるってことを意識してください。以前、ね、和積積和の公式を問われてすぐに答えられなくて苦労したというね、受験生版タイガーファニングの女の子いましたけども、公式は和積積はね、僕は覚えた方がいいと思うんですね。試験の時に導き出すというのは精神が強くないと難しいと思うんで、もう覚えてしまった方が楽ですし、やっぱ強いです。まず公式をしっかり覚えましょう。これがないとね、問題何も解けません。その次に問題を解きながら、その公式の意味を理解していくってことが大事ですね。で、その際に2番目のポイントである現代文の力、これも、ね、中学レベルの現代文でいいですね。中学総合的緊急問題集、国語読解、こちらの方をぜひね、調べていただければ、数学の文章題、正しく理解できますし、思考力がね、すごく冴え渡るから、解法を思いついたり、あの解法とこの解法を組み合わせればいいのかっていうのがね、ひらめいたりしやすいです。難関大卒になればなるほど難しい問題出ます。その時に正確に作図をしたり、地道にこう数え上げていく中で、法則性がね、見えてきて、推測が立つんですね。こういう論的思考っていうのが、現代文で生み出されますから、現代文もぜひね、勉強してほしいです。具体的な勉強法は、動画の内容に貼っとこうと思います。で、最後に演習、これは何をやるかっていうと、あなたが受ける大学のレベルまで過去問になり問題集をやっていくってことが大事なんだけども、まず数学1、これを入試レベルまで仕上げましょう。そして数学 A を基礎から入試レベルまで仕上げる。数学2に入って入試レベルまでやって、数学 B に入り基礎から標準応用でやっていく。結構ね、まず 1A2B の白チャートをやって、次に 1A2B の黄色チャートをやるとか、基礎問も 1A2B 全部やってから標準問題の 1A2B やるっていう人多いんですが、これあんまり良くない。穴はね、深く掘れ、そうすれば自然と広がる、そういう格言もあるんです。つまり数学1という穴を深く掘れば勝手に広がっていくんですね。砂場で穴をね、掘っていくと上路のように、ね、広がっていくじゃないですか。数学1という穴を深掘りしていくと、数学 A とか 2B のそして3の理解も深まっていきますから、まず数学1を基礎から始めて入試レベルまで仕上げたら、数 A、 数 2、 数 B と言ってほしい。その方がはるかにね、効率よく成績が上げることができます。数学1といっても全分野をまず得意にするんじゃなくても、例えばまず2次関数を入試レベルに仕上げてから他の分野に入っていく。一つの科目で一つの分野を極めてから次に行くっていうのは数学の演習の一番重要なポイントです。少しね、長めの動画になりましたが、英語、国語、数学の偏差値を40から60に上げる勉強法、いかがでしたでしょうか。この動画を参考にして勉強を一度ね、見直していただき、自分のね、普段の勉強に一つでも取り入れてくれたら嬉しいです。今僕が個別にアドバイスをする受験相談やってますので、ご希望の方いらっしゃれば概要欄の LINE から僕の方に個別にね、気楽に連絡いただければ嬉しいです。今日は以上です。この YouTube 校の動画の概要欄を見ていただきますと、そこに、ね、LINE のご登録を促すリンクがあります。でそちらに、ね、登録いただきますと、偏差値が30から60になる勉強法、そして偏差値60から過去問の点数を取っていくための勉強法、そしてご希望であればね、 TOEIC 700を3ヶ月で獲得する勉強法、これは森田哲也先生の監修も入っているノウハウ集です。ぜひね、ご興味がある方はご登録の方よろしくお願いいたします。